皆さんこんにちは、滝沢勝也でございます。皆さんこんにちは、ズバーン。そしてエモい。そんな感じの、どんな感じの、わかんないですけども、まあそんな感じの、滝沢勝也でございます。皆さん元気しておりますでしょうか。本日の動画はライブの告知でございます。タイトルにあります通り、12月7日金曜日、八王子のマッチボックスというライブハウスにいて、滝沢勝也がソロでワンマンライブをしますので、よかったらそれに来てね、わほほいっていう、そういう感じの動画でございます。わー、まあ Twitter とか、YouTube の生放送とかで散々言っているので、すでにご存知の方も多いかと思うんですが、あ、そういえば動画でお知らせするのを忘れたなんていうことを思い出したので、急遽動画撮影している次第でございます。ちょっとね、この動画でそのライブのことを知ったよという方にとってはちょっとね、急な話かもしれないんですけれども、12月7日金曜日、もしワッチボックスに遊び来れそうだったらば、ぜひお仕事後、学校後に遊び来ていただけますと幸いでございます。夜の7時からとね、ちょっと遅い時間になっているので、学校後、仕事後にですね、フラット来ていただけますと幸いでございます。チケットとかの詳細は下の方にバーッと書いてありますけれども、今回は前売りとか全くなしで、完璧当日券のみという感じです。当日、突然、予定が空いた、もしくは都合がついた、ドタキャンされた、なんかしないけども、仕事が早く終わった、そういういろんなシチュエーションがあるかと思うんですが、12月7日金曜日、もし夜遊びに、来れそうでしたらば、ぜひ遊びに来ていただけますと幸いでございます。なんかこう、普通さ、なんかライブって言うとさ、なんかこう、ツーマンとかさ、スリーマンとかさ、なんかバンドとかデュオとかじゃないですか。今回のソロライブはまたね、本当一人ですからね、マジで一人ですからね、マジで一人で、ソロでワンマンライブって感じなんで、なんか大丈夫かなって感じはするんですけども、まあ、なんとかなるでしょうという感じでございます。今回はね、マーティーのマチコさんだけじゃなくてですね、ヤマハのガットギターとかを持っていってですね、まあ、いろんな演奏をお届けしようかなと思っております。僕がすごい得意とするそのスラム奏法の演奏だったりとか、なんかこう、フィンガーピッキングの曲だったりとか、フラットピックを作った曲だったりとか、まあ YouTube にはアップロードしているね、数々のカバーも演奏させていただきますし、普通に僕のオリジナルもですね、たくさん演奏させていただく予定でございます。アコギをバリバリと、弾くような生放送じゃねえや。生放送に詰めてるわ。アコギをバリバリ弾くような、ソロライブになりますので、ぜひ遊びに来ていただけますと幸いです。そしてね、12月もね、そろそろ終わりということでね、僕と皆さんがお会いするのも今年最後になるかもしれないんですけども、まあ、軽く忘年会みたいな気持ちでね、遊びに来ていただけるとすごく嬉しいなと思います。まあ、翌日ね、ちょっと早いんで、あんまり遅くまで言えないですけれども、ライブハウスの中で、ライブが終わった後に、僕もですね、時間が許す限り、ちょっとゆっくりとですね、皆さんと一緒にお酒を飲もうかなと思っておりますので、ライブがてら、飲み会がてら、忘年会がてら、最後の滝沢への挨拶がてら、遊びに来ていただきますと幸いでございます。そんな感じ。普段の、歌いストグッズとか、滝沢グッズとかもですね、持参しておりますので、この機会にですね、なんか教則 DVD 欲しいみたいな方がいらっしゃいましたら、お求めいただきますと幸いでございます。そんな感じ。それでは、何度も言いますけども、10月7日の金曜日は、はぁ、君を待つ、君を、ドラマティックに待ってる。そしてなんとかいい感じに夜を過ごそう。よくわかんない告知ですけども、そんな感じでございます。それではまた違うところで渡しましょう。もしくは八王子マッチボックス会場でお会いいたしましょう。もし来れそうだったらば、友達、会社の先輩、同僚、皆さんお誘いをさせて遊びに来ていただきます幸いでございます。それではまた違うところでお会いしましょう。じゃあね、バッハイ。カメラを止めるぜ、パパンパパンパン、ドアスコ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 、デンデンパン。